全部切る。そんなパラ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 でも一段全部切るでしょ。これもそうですね。こんな全部そう。おるおる、いっぱいある。5シリーズは万人で強いね。はい、強いですね。楽ですね。全然楽です。4、8、2とかだと思って、もう脳天勝ちられました。例えば、今マークしましたけど、もうこの位置でほぼ止まります。うん、セットしました。もうずっと止まってますわ、これ。オスプレイの何ですか、ハイカット、まあ何でもいいですわ。ヌイ山本君はあの昔のベビーシャトーで釣ってましたし、この前のウルトラスレッジとかベビーシャトーか、ほぼこの状態でもう確実に止まります。すごいな、この状態でもしっかり止まってるのか。こんな感じです。上げていいですか。あ、やめて。このボタンを押すだけ。これがもう連動するんだ。これ自分に先端に GPS ついてて、そこがヘディングセンサーで方向も全部よって。ボートが触れたらちゃんと方向修正して。そう。勝手にやるよね。もう楽ですわ、全然。これで今足を捨てたらもう解除します。はい、はい、で、こうやると。頭の決めた位置でもう一発目、ヘッドの決めた位置でずっと一定方向に、だからドラッキングとかで同じ方向ずっと流すんだったらこれもできるし、勝手に行ってくる。だから今までコンティニアスあったけど、当然頭がパワー振るか足で振るかったら簡単です、はい、あれせんでも一番初めに決めた方向にずっと行ってくる。で途中でも変えれます。こっちに変えたらもうずっとこっちの方が、この頭ヘッドを狙った踏んだところを起点としてずっとそっちの方向に。であとコントローラーまだやってないですけど、コントローラーでポイントを打てて、2マイルまではコースを作れるって言ってます。それやってないです。ということで釣りします。
きましたわ。遠くでかかるからサイズがわからんけど、まあバスさんですね。このサイズです。明らかに遊びに来てるのをかけてる感じですね。ギルもそうですけど。ソフトベイトやったらもう本当当たってパーンって叩かれるぐらいの感じしかないんじゃないかなって感じですね。だから腹筋線も難しい。シャレットもオートマティックですからね。もうちょっとしたら出てきます。もう出てきましたね。これ全部そうです。多分釣っててこれね、映ってるのはギルだと思います。ギルの方が多いような気がする。だからこれを食いに来てるでかいのが来てくれたらいいんやけど、どうも僕には釣れへんな。もうこんだけこんだけいますからね。すごい両方。おろしもやりたいんですけどね、チェックしたいんだけど、こんな風じゃあな。でもやっぱエレキ不満で済みますんで、あの止めてた時にあの釣りに集中できますわ。全然やっぱ釣り変わってくると思います。でガイドは当然楽だと思いますし、釣りする人も多分もうあのフットに気取られんで済みますんで、もう手の感覚が研ぎ澄まされる感じがしますね、やってると。でそれで語ってますけど、吸ってませんけどね。まだね、ちゃんとした A サイズ釣ってないけど、もう釣り方がやっぱ変わってきますね。あの流すのも止めたいところで止めれますんで、あここちょっとやろうかなと思ったところは止めて丁寧にもうずっと探るっていうのができるから、今まで嫌じゃないですか、こんな風強かったら。もう風乗って流すかとかだったらいいけど、踏んどかなあかんかったらもう相当疲れますしね。体の疲れ全然違いますわ。もう足楽ですもん、全然。もうぜひとも下野さんに勧めたいぐらいや。すごいあれやね、訓練してやってたことを。そう、全然宣伝もいいし、でもさらに今もう 魚探が地図書いて場所も決めてくれるから、もう何も考えない。あとは本当にもうだから釣る知識と技術でどうなるかっちゅう。もう何年かじゃ魚のおるとこへ。そう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 。杉戸が言ってたけど、 Google 先生に聞くみたいに釣れる場所とか言ったら連れてってくれるんちゃうの、もうすぐとか言って。あーウィードかかった。綺麗なウィード残ってるんです、まだ全然。エビモノ青青してるやつが。ちょっと戻りますね。これ GPS の白いとこと青いとこは、もともとあるやつ、メインチャンネルですね、白の方が。これ別に僕が書いたわけじゃなくて、売ってるソフトの方に入ってる地図ですけど、最初からうん、メインチャンネルですね、ほぼ。やっぱメイン便利でしょう。だけど嘘多いです、実際やってみると。やっぱパーセント正確ではない。いや、もう下の地形に対してはまあそんなもんかなっていうレベルの、もうと作ったのもだいぶ前でしょうからね、これもう20、多分20年ぐらい前のデータのまんまやと思いますから。特に卸しマンも全然違います。当てにならんですね。ただ大きな春節のあれは合ってますけども、位置は自分で取り直さないとダメですね、細かなところは。
だからもうこれ本当気をつけるのはウィードに絡まるかどうかのとこを釣らんといかんから、絡まった時に返しそれがやめれるかどうかだけですね。あとはもう絡まるとウィードの真上ぐらい通ってれば黙ってたって釣れますわ今日の感じだと。今4メーターがそこですけど、まだ1メーターぐらい、1メーターって言ったらそうやな、80センチか50センチぐらいまだウィード残ってて、だいたい3メーターの上を引いてる感じですね。その3メーターちょい上ぐらいを行くように調節してます。ちょっと糸出してやって長めにして、レンジサスペンドのシャートですから全部、だから引っ張って止めてもう一回だ糸を送り出してやるとどんどん深くなっていきますからね。まあそれでも最大いけても4メーターぐらいやけど、ここだったら3メーターだから、でウィード開うともうダメですから、そこの感覚だけ。とはいえ全然上の方やっちゃうとまた全然食わへんから、ちょうどいいところを探し出すだけですね。コツはそれだけです。あとはオートマティックです。昨日もこれでやってて、ああもう釣れるところに通りかかるから釣れるよっつったら本当釣れたし遊びには最高ですけどね。みんな今知ってる小橋が釣れんから、ここめちゃくちゃ人多くなるんですよ。もう釣れるとこに入ってきますね。連発しませんね、おかしいな。ほら来た、魚のサイズがわからんもんな。にごいさんですわ多分。あ、バスか。ちょっと細長いなこいつ。外掛かりでしょ大体。でまあ腹のあたり食いに来てるんだと思いますけどね。大体こんな掛かり方ですわ。ちょっと長いな、細長いな、濁いかと思って。